日本の護衛艦加賀の改修工事が大詰めを迎える中、世界ではイギリス空母クイーン・エリザベスやイタリア空母カブールなど米国と共に動きを見せています。護衛艦加賀の改修工事も近づく中、改修計画も公表されています。では今回護衛艦出雲、加賀と F-35B ステルス戦闘機を合わせて詳しく見ていきますね。そろそろ無人戦闘機の空母展開も始まるような気がする。海上自衛隊が現有する艦艇の中で最大の規模を誇る護衛艦出雲と加賀が今後本格的な改修工事を経て、戦後日本で初となる航空母艦へと変貌を遂げようとしている。護衛艦出雲加賀は基準排水量19,500トン、満載排水量26,000トン、全長248メートル、全幅38メートルの艦容を誇り、建造時にはヘリコプター搭載型護衛艦とされていた。悪意のある論者らは、破壊した護衛艦出雲加賀の大きさを戦前の日本海軍の航空母艦と遜色のない大きさなどと、その規模をもってさも危険な艦艇であるかのように揶揄する。しかし航空母艦化改修が完了した後の護衛艦出雲加賀であっても、これから調達予定である F-35 ライトニングに戦闘機 B 型は10機前後の搭載数になると予想され、決して攻撃力として多くはない。まずは護衛艦出雲が2020年に5年おきの定期点検のタイミングを利用して最初の改修工事に入ったが、こちらは予算上で約31億円ほどと意外なほどに少額な費用である。といってもこれは上部の飛行甲板に対し、艦載機とする F-35 ライトニングに戦闘機 B 型がエンジンのずる下向きに噴射する際の耐熱加工が中心なため、2回目の方が大掛かりとなる。一方の加賀は当初は2021年度のこちらも5年おきの定期点検の時期を利用して一度に全ての改修工事が行われるものと見られていたが、やはり2度に分けて実施されることが決定された。この理由は同様にF-35 ライトニングに戦闘機 B 型を艦載機として運用する。アメリカ軍の状況をベンチマークし、最適な艦内のレイアウトや配置を反映させる狙いがあると見られている。アメリカ軍では、ワスプ級やアメリカ級強襲揚陸艦で F-35 ライトニングに戦闘機 B 型の運用を進めており、かつイギリスの航空母艦クイーン・エリザベスでの共同運用も行われている。よってこれらの運用実績をもとに、より効率的で安全な F-35 ライトニングに戦闘機 B 型の艦載機化を実現するためのノウハウを同盟国として共有していく方針であることがうかがえる。護衛艦出雲加賀で現状決定している最も大掛かりな改修箇所は、現状先細りの台形のような艦首部分の形状をスクエアな形状へと変更する甲板部分の拡張を行う点だろう。
これもアメリカ軍の強襲揚陸艦に倣うものとみられ、短距離離陸垂直着陸方式の F-35 ライトニング2戦闘機 B 型の離陸時の滑走距離を確保するために行われるものだ。護衛艦出雲、加賀でもこの甲板の形状変更が行われるにと、同時にスキージャンプ式の発艦方式が採用される可能性に言及する声もあるようだが、それは現状では行われない。これには大きく2つの理由が指摘されており、まず1つ目が、スキージャンプ式にした場合、飛行甲板全体として面積が狭くなることにつながり、ヘリコプター運用時に支障が生じるためだ。これは対潜哨戒任務を今後も重視する海上自衛隊としては譲れない部分であり、政府の見解も改修工事が完了しても F-35 ライトニングに戦闘機 B 型の常時の艦載化は行わないとされている。そしてもう一点が、護衛艦出雲、加賀は艦首部の下部に OQQ-23 型ソナーを搭載しており、こちらも対潜哨戒用のソナーであるため、これをなくすことはできないためだと考えられる。この現状の OQQ-23 型ソナーに加えて重量物となるスキージャンプ台を仮に設置したとすると、艦体自体の重量バランスが損なわれ、安定した姿勢が保てない恐れが発生する可能性があるからだ。こうした2点の問題から、護衛艦出雲、加賀にはスキージャンプ式の発艦方式は見送られるようだが、一方で航空母艦としての活用につては、このことから大きな制約も受けそうだ。まず艦載機となる F-35 ライトニング2戦闘機 B 型の離陸時に、スキージャンプ方式よりも機体の装備重量を軽くする必要があり、ただでさえ航続距離の短い同期の燃料か兵装を削ることになるだろう。F-35 ライトニング2戦闘機 B 型の最大の利点であるステルス性と短距離離陸、垂直着陸の能力は、カタパルトを有しない艦艇でも航空母艦足り得ることを可能としたが、それゆえの問題でもある。航空自衛隊では F-35 ライトニング2戦闘機 B 型を現状では42機の調達予定で動いているが、実際の引き渡し自体は2024頃からになると見られ、これを運用する部隊の編成もそれ以降だ。42機と F-35 ライトニング2戦闘機 B 型の機体総数は、甲板への駐機を実施しない場合の護衛艦出雲、加賀の最大搭載数各10機に比しても多少の余裕があるようにも思われる。世界的に見れば、中長距離の対艦巡航ミサイルの普及により、航空母艦はすでに時代遅れの兵器であるとの指摘も出始めているが、3年後がいかなる状況となっているのか気がかりではある。